神戸新聞杯の推奨馬を紹介します。神戸新聞杯は3歳限定の重賞競争で菊花賞へのトライアルレースです。今回神戸新聞杯は無敗の2冠馬コントレイルが出走しますが、私は別の馬を推奨していきたいと思います。その馬は12番名勝菩薩です。名勝菩薩は3走前に中京芝 2200m を走っており、その際勝利をしています。その後 青馬賞を5着、シラルレステークスを4着、そのまま休養となりました。まあ重賞でも5着となっているため実力はあると思います。なのでまあこの中京ということでコース適性はあると思い、私はこの馬をお勧めします。なので12番名勝菩薩を軸に皆さん買ってみてはいかがでしょうか。